今回は、土屋先生のサクナビクスのポイントの2番。摂関政治の範囲でやっていきます。今回は、説問数が全部で17あります。一遍に学習しようとしないで、演技転略の地あたりで、一旦区切って学習すると、効率よく学習できます。まずは、15分間勉強してください。それでは、やっていきましょう。1。 藤原の冬継ぐの子は誰かまた道康親王を皇太子とするため皇太子の常定親王側に属する人間を謀反を企てているとして配慮し常定親王を排した事件を何というかまたそれは西暦何年かまたその事件で配慮された人物を2人答えよ答え 藤藤原の冬の子は藤原ののの冬子は、義道安親王を皇太子とするため常定親王側に即する人間を無本を企てているとして配慮し常定親王を排した事件は上和の変です842年のことですこの事件で配慮された人物は友の小網峰と橘の早成です2道安親王が即位して何天皇となったかまた 藤原義房の娘がこの天皇の女房となって子供が生まれて天皇となったけどそれは誰かもう一つその結果藤原義房は実質的にその天皇の政治の代行者となったがその地位を何というか答え道康親王はその後即位して門徳天皇となりました 藤原義房の娘が門徳天皇の女吾となり清和天皇が生まれました清和天皇が幼少だったため藤原義房は実質的に摂政となって政治を代行しました3866年に左大臣の源信の,の失脚を狙い大納言が起こした放火事件を何というかまたこの事件を起こした大納言の名前を答えよ もう一つ。この事件の顛末を描いた絵巻物の名称を答えよ。答え。866年に、左大臣の失脚を狙って起こされた放火事件は、大天門の変です。この事件を起こした大納言は、友野義雄です。事件の顛末を描いた絵巻物は、万大納言絵巻です。4。藤原の義房の養子で、養聖天皇を排して、 人形天皇の王子を天皇とした人物は誰かまた、即位した天皇の名前を答えよ。答え。藤原の義房の子で、陽精天皇を排して、人形天皇の王子を天皇とした人物は、藤原の元常です。その時に即位した、人形天皇の王子は、孝校天皇です。五。藤原の元常の関白任命時に、 直所にあった関白の別称を不服として政務を行わないといった事態が発生したそのため888年に宇田天皇は直所の非を認め起訴者を処罰したがこの事件を何というかまた処罰された起訴者は誰かもう一つ直所にあった関白の別称とは何か答え 藤原の元常の関白任命時に直所にあった阿公の別称を不服として政務を行わない事態が起こり宇田天皇は直所の非を認め起草者である橘の広美を処罰した事件を阿公の奮義と言います直所にあった関白の別称は阿公です6宇田天皇は藤原の元常の死後天皇申請を実施したその際藤原氏を抑える目的で登用された 文書博士は誰か。また、その人物の権威で廃止されたものは何か。また、それは、西暦何年のことか。答え、宇田天皇は、藤原の元常の死後、摂政、関白を置かず、天皇申請を行いましたが、その際、藤原氏を抑えるため登用した人物は、菅原道真です。彼はその後 検討大使に任命されますが894年に中止を嫌疑し中止されましたそれ以降遣唐使は派遣されていないので遣唐使廃止という表現を使います7第五天皇の時の901年に左大臣の残言で右大臣だった人物が太宰厳の措置として太宰府に左遷となったけどこの事件の左大臣右大臣をそれぞれ答えよ答え 1901年に左大臣の藤原の時平の残言で太宰府に左遷された右大臣は菅原道真です背景の画像は菅原道真の鎮魂のために建てられた北野神社です北野天満宮が本来の名称ですがどちらでもいいです菅原道真の死後平安京で災いが続きこれが当時の御良信仰と結びつき恐れられたので道真を祀る神社が 京都の北野に作られました。8大御天皇の時に勅使殿や陰宮王信家の土地の占有を禁止した法律を何というかまたそれは西暦何年かもう一つ大御天皇に提出された中央や地方の実情を踏まえた政治意見書の名称を答えよ答え 第五天皇の時に、直至殿や隠宮王神家の土地の占有を禁止した法律は、縁起の省縁整理令です。902年でした。また、第五天皇に出された政治改革意見書は、意見封じ十二箇条。この意見書は、三好清之が914年に提出しました。9。第五天皇の時に作成された三大客式の最後となるものの名称を答えよ。 また、立国史の最後となるものの名称を答えよ。答え。第五天皇の時に編集された三大客式の最後となるものは演技客式。立国史の最後となるものは日本三大実録です。ちなみに、三大とは、清和、妖精、皇后天皇の三大です。十。村上天皇の時に最後の校長貨幣が鋳造されたが、 その名称を答えよ。また第五天皇・村上天皇の時代の政治を何と呼んでいるか答え最後の校長貨幣は権限大本第五・村上天皇の時代の政治は縁起・転略の地と呼ばれています11縁起・転略の地のさなかの939年に関東と瀬戸内海西部で 武士による平乱が発生したが、この平乱の名称をそれぞれ答えよ。また、この平乱を総称して何というか。答え。939年に関東で起きた平乱は平正門の乱。瀬戸内海西部の武士による平乱は藤原の住友の乱。この平乱を総称して、上平天行の乱と呼んでいます。ここで一旦区切って、 最初に戻って反復すると学習効率がいいです慣れてきたらそのまま進んでくださいなお第5・村上天皇の時期には律令的国家支配が転換され土地税制度が大幅に変更されましたその結果地方政治が混乱し武士が発生します第5・村上天皇の時代はサクナビクスの10世紀の土地制度や 武士の成長と関連させて学習してくださいそれでは続ける人は15分間勉強してください12霊勢天皇の関白となった人物は誰かまたこの時期には醍醐天皇の王子であった人物が失脚する政変が起きたがこの政変を何というかまたそれは西暦何年か もう一つ。この政変で失脚した人物の名とこの人物を失脚させるために密告をした人物の名を答えよ。答え、霊勢天皇の関白は藤原実りです。また、この人物が関白の時に醍醐天皇の王子であった人物を失脚させたけど、この政変は安奈の変。969年のことでした。 この政変で失脚した人物は、源の孝明。貴明を失脚させるために密告をした人物は、源の三仲です。13. 藤原の金家の子が、老いと政権を争ったが、藤原の金家の子と、その人物の老いにあたる人物の名をそれぞれ答えよ。また、彼らが一条天皇に訪がせた娘を答えよ。答え 藤原の金家の子は藤原の道長。藤原の道長と争った甥は藤原の子レチカです。藤原の道長は娘の少子を藤原の子レチカは天使を一条天皇にとがせました。14. 藤原の道長が天皇の妃とした娘の名と天皇の名をそれぞれ答えよ。停止ボタンを押して答え終わったら次へ進みなさい。 答え小氏は一条天皇賢氏は三条天皇医氏は五一条天皇騎氏は五須作天皇十五藤原道長が建立した寺院を答えよまた藤原道長は当時何と呼ばれたのかを答えよもう一つ道長が外籍となった天皇の名を三人答えよ 停止ボタンを押して、答え終わったら次へ進みなさい。答え藤原道長が建立した寺院は北条寺当時道長は御堂関白と呼ばれていました道長は御一条天皇御須作天皇御霊政天皇の外籍です16道長の子で50年にわたり摂政関白となった人物は誰か また、この人物が混流した寺院の名称を答えよ。また、この人物は、当時、何と呼ばれていたか。答え。道長の子で、五十年にわたり、摂政、関白となった人物は、藤原の頼道。彼が混流した寺院は、平等院法王堂。頼道は、当時、藤殿とか、藤関白と呼ばれていました。17 2019年に大陸の宴会州にいた民族が日本に来襲した事件を何というかまた来襲した民族名を答えよ答えは問いの入校です来襲した民族名は女神族一気にやると大変だけど途中で区切りながら学習すれば効率よく学習できるでも焦って先を急ぎすぎると 思い込みや小さなミスが積み重なってこの後、必ず得点が伸びなくなるここは親子関係が多いから手間はかかるけどケースを確認しながら丁寧に学習しなさいじゃあ次の回で待ってる